はい、皆さんこんにちは、林です。今オリンピックがありますけども、選手に対して SNS で心ない批判がね浴びせられているところについてご紹介してみたいと思います。もし本日のようにご興味の方は最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、本日のコンテンツを始めていきたいと思います。今ですね、オリンピックが開催されておりまして、多くの選手が、ね、頑張っていると思うんですけども、中にはですね、結果が出ず負けてしまったりとかして、残念なことにですね、応援してくれたりとかするファンばかりではなくてですね、 X とか Facebook とか Instagram とかそういうところで、まあ、匿名でですね、批判をするというのはですね、まあ、これは別にオリンピックだけではなくてですね、芸能人とかも含めていろんなところでですね、匿名をいいことに心ない、ね、言葉を浴びせるっていうのはですね、今世の中でいろいろ起きてると思うんですね。これをね、あんまりやってしまうと本当に人をね、死にまで追い込んでしまうこともあったりとかするので、本当にこの誹謗中傷っていうのはですね、犯罪に、ね、なっても本当におかしくないぐらいだと思っております。私自身もですね、一応実名でですね、ビジネス系インフルエンサーとしてですね、活動はしておりますけども、まあ私レベルのチャンネルとかであったとしてもですね、時々批判とかのね、コメントというということはあります。そういった人に限ってはですね、名前もわからなかったり、画像もなかったり、ましてはね、ご自身で動画も上げたことない人たちがもうコメントしてくるとかっていうね、ありますけども、心構えとしては私はそういうのはね、もう気にしないというふうに思ってます。しっかりとね、議論してくるんであればですね、実名ともしくはね、顔出しをとかして何かこう言ってくるっていうのは分かるんですけども、得体の知れない人からコメントをもらうことによって自分のメンタルまでやれてしまって、やる気を失ってしまうっていうことはですね、本当に避けたいと思いますし、私もですね、こういうのが来たらすぐ削除します。なので相手にもしません。そういった形にして、自分のメンタルを全く知らない人のために失わないようにする、これはね、しっかりと活動していくために重要だと思ってます。自分を大切にしてくれているファンっていうのをですね、しっかり大切にして、それ以外の人たちっていうのに万人受けする必要は全くないと思ってますので、全員の人に気に入られようとかっていうのも必要ないですし、自分のことを理解してくれて応援してくれる人、そういう人たちを大切にし、それ以外の人たちというのから何を言われてもですね、気にしない、そういった感じでやっていく方がですね、メンタルもよく保っていけるんじゃないのかなというふうに思います。あとはですね、私自身も毎日運動してますし、しっかりとこうリフレッシュメントして、携帯から離れる時間、パソコンから離れる時間、そういったのもしっかり確保して、汗を流したりとかすることによってですね、気持ち自身もリフレッシュになったりとかします。そういったので批評とかっていうのに対して対応していく、そういうのがね、一ついいんじゃないかなというふうに思います。私ももちろん人間ですから、落ち込むこともありますし、ネガティブなコメント言われるとカチンってきたりとかですね、落ち込んだりというのはね、あります。ただですね、 SNS もやっぱり結局ね、ビジネスとか自分のブランディングを作っていく上ではですね、必要な媒体ではありますので、うまく付き合っていく必要があります。なのでネガティブなコメントも納得できるものがあればですね、もちろん対応していきますし、でもただ単に面白がって批判されるということに関してはですね、削除とか無視でいいんじゃないかなと思ってますので、シリアスに考えすぎずですね、やっていくというのが、ね、重要かなと思います。はい、ということですね。人をね、攻撃することっていうのは、自分のがね、うまくいってないから他人を攻撃して鬱憤を晴らすとかね、いろいろあると思うんですけども、本当に気にする必要はないというふうに思ってます。SNS いろんなことがありますけれども、うまくね、付き合っていって、メンタルをやられないようにですね、運営していく。それがね、ベストなんではないかなと思っております。それでは本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツは良かったと思ってください。ぜひいいねをお願いします。チャンネル登録の方でこちらの方からよろしくお願いします。X の方もぜひこちらの方からフォローして幸いです。また響かせるノウハウについてメルマの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.